今回は24日から始まった戦祭り10コスト戦のおすすめカードバッジケイスケを紹介するよ。計略は式7で自身武力プラス9速度上昇で 5.8 カウントもに撤退して、自身の撤退した場所を中心に味方武力プラス10の設置陣形を8カウント展開。三国志大戦のプレイヤーなら設置陣形になった鹿種尊厳って言えば伝わる計略やね。ただ撤退した場所を中心に展開するから鹿種より自由度が落ちとるし、陣形やから橋爪への対処が苦手なのも欠点。2.5 コスが撤退するから普段やと残り 6.5 コスで戦闘せなあかんし、その分向上力が低くなりがちな計略やったから使えるコストが1増えると欠点が緩和される今回のルールの恩恵が大きい計略。覚悟が足りないか。ごめんね、守れなかった。ここはギリギリまでずらしを試みるよ。敵に背は見せん。面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。葵の門に誓おう。天下太平の礎となることを。行くぞ。ごめんね、守れなかった。満足だ。うがて。5コストが落ちてもこれだけの向上力を確保できるのは騒ぎ立てるな。今回の戦祭りならではだと思うよ。許さん。かすり傷だ。目覚めろ、巫舞の狼たちよ。覚悟が足りない。こっから反撃だ。流派覚悟はいいか。一の方レクソー神体狙うは敵将の首だ。くそ、ここは俺が行く。くそ、敵に背は見せん。矢の時に屈する我ら山の民ではない。進め。
満足だ。ズガテ！かすり傷だ。下がるな、シン！二体こそがお前の武器だぞ。何ぼーっとしてんだよ。キル！天下太平の礎となることを。行くぞ。俺らだけでやるぞ。キル。ごめんね、守れなかった。許さん。まずい、体が。今回はもう一戦あるよ。面白い少年だな。この時を待ってたぜ。先に帰るね。ゲルキラス。無念でございます。ゲルキラス。寝てないとダメか。ゲルキラス。射抜け。行くぞ。アイヌの矢毒に解毒方法はない。やごと記録する我ら山の民ではない。覚悟はいいか。後で話を聞かなきゃ。エッチラス。流派発動。身の肩。面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。任せな。先に帰るね。行くぞ。傷は浅いぞ。任せな。行くぞ。寝てないとダメか。後で話を聞かなきゃ。しまった。流派発動。三の方。
無念でございます。天気開放。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。やめて、レクサー神体、狙うは敵将の首だ。騒ぎ立てるな、指揮に関わる。蹴散らせ。許さん。ガスレキスだ。今に全ての勝利が俺たちに微笑む。任せな。無念でございます。まずい、体が。俺が行く。やめろ。流派発動。二の方。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。ここまで。騒ぎ立てるな、指揮に関わる。者ども、始末するな。許散らせ。許散らせ。許散らせ。寝てないとダメか。しまった。こっから反撃開始だ。覚悟はいいか。許散らせ。許さん。かすり傷だ。先に帰るね。俺が行く。弓は得意中の得意です。射抜け。うわうわ。流派発動。三の方。傷は浅いぞ。俺らだけでやるぞ。やっと屈する我ら山の民ではない。アイヌの矢毒に解毒方法はない。寝てないとダメか。まずい、体が。あとで話を聞かなきゃ。無念でございます。ご視聴ありがとうございました。